イヒバン・ベートーベンが作曲したピアノ・ソナタ。田園という通称で知られる。ボンのベートーベンハウスに保管されている自筆笛の書き込みから作曲年は1801年であることがわかっている。これは作品27の2曲のピアノ・ソナタが作曲されたのと同じ年であるが、本作の構想がいつ頃から練られていたものであるかは定かではない。作品27では、 革新的な構成により作曲者独自の作風を打ち出したのに対し本作は伝統的な形式を用いて解雇的な趣向を呈している。こうした趣向の異なる作品が同時期に生み出されていることはベートーベンの作曲様式を知る上で興味深い。一方、音響面では引き続き大胆な試みが継続されている。初版は1802年8月に ウィーンの美術工芸者から世に出された。曲はヨーゼフ・フォン・ゾン・ネンフェルス男爵へと捧げられているが、検定に至った経緯は、よくわかっていない。伝園という愛称で呼ばれるようになったのは、ハンブルクの出版社クランツが、作曲者の死後1838年の出版時に、ソナタ・パストラーレと銘打ったのが最初とされる。名称が付された背景には、 当時田園趣味の音楽が流行していたところを狙った商業的意図があるのではないかとする意見もあるが、いずれにせよこの愛称は楽曲の性格をうまく捉えており、今日まで残ったものと思われる。約20から25分。そなた形式。絶え間なく打ち鳴らされる、日本がティンパニを思わせる中、簡素で穏やかな主題が歌い出される。フレイ1計画には2つの主題が扱われる。 まず、イチョウチョウの旋律が現れ、変装されつつ静まっていくと、続く素材が、スタッカートの伴奏を伴って、弱音で奏される。その後、木々のざわめきを思わせるような伴奏音景が、両手で奏げられる中、第二主題が、イチョウチョウで歌われる。フレイに第二主題が確保されて、クライマックスを形作ると、コデッタには、フレイ3の新しい楽奏が当てがわれる。 フレー3が勢いを現実つ,つ、定時部を結んで反復となる。フレー3展開部ではまず第一主題が奏され、低音部に生じた八分音符の流れが第一主題と対位法的に組み合わされていく。はじめは、フレー1の最後の4小節が繰り返されるが、ついでに小節単位となり、最後は1小節に切り詰められて、反行形と入り乱れながら、収束に向かう。不意に、 フレー3が顔を覗かせるが、フェルマータを付された給付がこれを遮る。同じやりとりが3度繰り返されると、フレー1に接続されて、再現部となる。二丁調の第一主題に続き、第二主題も二丁調に再現されると、コーダでは連続する二音の上に第一主題を聞き、最後はそのまま穏やかさを保って、ピアニッシモで楽章を閉じる。三部形式。 作曲者の弟子であったカール・ツェルニーはこの楽章を素朴な物語から杉し時のバラードと表現している。スタッカートの落ち着いた伴奏の上に優美な旋律が奏でられる。フレイ四中途に挿入されるエピソードは第一楽章と同じく持続低音を持っており、その後にフレイ四が再び現れて第一部を形作っている。中間部は二丁々に転じ、第一部とは 対照的に野鳥の歌声を連想させるような、ほがらかな主題が現れる。中間部講談も同じ主題に基づき、二部形式をとっている。フレー語再現された、フレー4は、まもなく変装されていく。講談では、フレー4に続いて中間部の主題を振り返るが、ここではすでに快活さは失われており、威圧的な競争に至ると、次第に力を失い最弱音に終止する。 セルニーによるとベートーベンはこの楽章を特に気に言っており飽きることなく弾いていたという。スケルゾ、三部形式。単純明快に作られている。ええー、音のオクターブが加工してくる冒頭はフレー3と関わりがある。フレー6中間エピソードでは、オクターブの動きが低音部に置かれ、フレー6が再現して、冒頭の音形が3話音で力強く響く。中間部では、 フレイ7に示される農民的な舞踏の旋律が火星の彩りを変えながら繰り返される。フレイ7その後スケルソダカーポとなり、第一部を反復して学章を終える。ロンド形式。バグパイプを思わせる持続低音がここでも失われていない。その上に、田園上調豊かなロンド主題が提示される。フレイ8アルペッチョの経過を挟み、二つ目の主題が提示される。 カノン風の進行をする、この主題は、フレイ8の伴奏音系から派生したものである。フレイ9フレイ9が変装されて、大きく盛り上がると、16分音符のパッセージを経た後、一呼吸置いて、フレイ8の再現となる。そのまま、ロンド主題による展開が始まり、新たな主題が、多性的な処方を用いて導入される。フレイフレイが次第に熱を帯びて頂点に、 達すると、再び16分音符のパッセージが現れ、そのままスケールが4オクターブを駆け下りる。フレイ8が回帰して、田園的な雰囲気を取り戻すと、フレイ9もに蝶々で続く。ロンド主題を元にした集結部が弱音から穏やかに開始されるものの、最後はピューアレグロとテンポを高め、フレイ8の伴奏リズムの上に、 急速な恩恵が動き回ってそのまま勢いよく全曲を集結に導く注釈出典。ありがとうございます。